今年の夏コミコミックマーケット96でパソコン通信時代の活動を含めず初めて CD という形にして発表した1999年8月13日から数えて同人音楽活動20周年を迎える島村さんです。こんにちは。サークル活動はもう少し長いんだけどもね、それは置いといて、このラジオはその20周年を記念して発売される予定のベストアルバム S ボリューム1と H ボリューム2を毎回2曲ずつ紹介しつつも、ブックレットに書ききれなかったこと、いや書いてもしょうがないことなどなど、制作当時のお話をしていこうじゃないかと思っております。じゃあそろそろ参りましょうか。はい、今回はですね、この後ろで流れている BGM になっている島村ラジオの時間ですっていうタイトルの曲なんですけども、こちらを、このメロディーに歌が乗っかってると思えばね、簡単に言えばそういうことです。おはようございます。もう夕方ですね。寝る時間も遅けりゃ起きる時間だって遅いのよ。そんなあなたがこれを聞く島村時間です。ですね、何を話せばいいんだ。あ、そうだ、まず発売が2003年8月17日便所の香りという作品から島村ラジオの時間です。作詞作曲編曲島村さん、私本人でございます。これそもそもなんでこんなの作ったのかっていうと、この曲を再び世の中に紹介したことがないので、他では喋ってないし、他で、あ、でも文章にしちゃって間違っ、そっちが間違っているってことに最近気づいたんですけども、この島村ラジオ、まあラジオのタイトルの名前はいいとしても、私が一人でやるラジオじゃなくて、これはベルメイさんが企画したラジオなんですよ。島さんラジオやらないっていうふうに、おっしゃってきて、じゃあオープニング作ろうとかエンディング作ろうとか言ってって、じゃあとりあえずオープニング俺が曲作るからベルメイさんアレンジしてみたいになったんだけど、そのままほったらかしですよ。そっから全く音沙汰がない。どうなんだろう、それから仲悪くなったのかもしれない。まあでもそれは置いといて、そういう発端でこの曲が生まれたんです。だからまあ詩の内容も緩いし、別に何だろう、ダメ人間がこれを聞くって言ってるぐらいですから、昼夜逆転しちゃった、社会不適合者が、私のことですよ、社会不適合者とその友達たちが聞けばいいんじゃないっていう。本当にそうだったかな、ちょっと覚えてないですけど、まあ夕方まで寝てるんだから、あ、でも夜勤の人用の曲かもしれない。うん、そんなことはどうでもいいか。この曲自体は何週間前に紹介した通り、まだ2003年、2005年か2006年まで私は Windows って曲は作ってないんですね。まだ SC88 Pro とか SC8850 っていう音源を MS-DOS で動くミュージローバージョン2っていうソフトで作っていて、さらに10トラックという制約で作っているので、重厚な音源にはならず、しょぼいって自分言いたくないですけど、まあしょぼいんですよね、音も。あと音源も 44.1kHz じゃなくて 32kHz だったかな。うん、まあまあ音源としては上出来なんですけども、そんな感じのマルチティンバー音源から出てきた音をそのまま歌っている。だから、あ、でね、今回このラジオの曲に使ってるインストゥルメントが残っているのは、98を起動してもう一回撮ったわけじゃなくて、たまたまインストゥルメンタルの音源が残ってたんですよ。だいたい過去のデータなんて消しちゃう派なんですけども、残っていたことに奇跡を感じまして、ラジオの、まあ、表題曲みたいにインストゥルメントで流しています。やっぱりジャケットはまたボッシーさんなんですね。ちょうどいい。おお。さあ次の曲を紹介しよう。次は、あ、これ分かりやすいですよ。
今流れてる音楽もそうです、さっき歌ってた曲もそうですけども、これを、再びアレンジするという、まあ、企画が動くわけですね。大分宅急便100作品目に収録されています。2006年12月31日発売、霞荘花束に。どうしたの、元気ないね、ため息するばかり、僕はうつむいてる。いい曲なのに、すいません、笑っちゃった。こちらの作品は2006年12月31日発売、大江戸 .jp という100枚目の記念作品で、6枚組の CD で、デジパックで専用のケースを作って、で、あの大江戸警察とか、大江戸警察も第一シーズンじゃなくて第二シーズンが始まって、そういう始まってじゃねえや、始めようとしてないな、まあ、これ用に大江戸警察を作ったり、大江戸警察に知らない人は友達に聞いてください。でその中で私のその曲をリアレンジしてもらう CD、 シマップっていうね、スマップじゃないよ、シマップっていうのがあって、何週か前に You are the King of Kings のベルメイさんアレンジ版と同じで、これは光沢さんが、光沢さんっていう人が、あ、そうだ、それを紹介しないと、作詞作曲が島村さんで、編曲コーラスが光沢さんで、光沢さんっていう人がこの曲を気に入ってくれて作ってくれたんですけども、まあ詳細はブックレットに書いてあるんで、それを読むと面白いと思うんですけども、これね、今聞いても痛々しい歌い方で、本当は再収録したかったんですけども、再収録をし始めるとですよ、全ての歌再収録したくなってきますよね。過去の音源でいいなと思うものとかっていうのはやっぱり、あんまないね。まあなんかしょうがなく流して、あ、もう当時のことだからしょうがない、諦めようと思うんですけど、この曲に関しては本当にサウンドが素敵なのにね、歌い方がね、なんか当時意固地だったんでしょうね、今もそうですけど、なんかこうやって歌わないと俺っぽくない、こうじゃないと俺じゃないみたいなのをね、なんか表に出しすぎちゃって失敗しちゃったっていう。でこれ私だけだと思うんですね。なんか皆さんにアレンジされたり自分で歌ってる歌もそうなんですけども、この2006年頃やっと VST プラグインでその声をのピッチを調整するソフトがまあ付属してたり、別売りで売ってたりし始めたっていうのもありますが、私の歌は基本的にピッチベンド、あんまりピッチベンドじゃねえな、ピッチベンドでいいのか、また語彙力がないから、まあなんか声の調整はしないんですね、あんまり。でやっぱりさすがにここ間違ってるよって部分だけの箇所箇所は直すらしいんですけども、あんまり直してくれないので、自分で歌ってる歌もピッチが適当だったりいい加減だったり間違ったりするんですけど、この曲も光沢さん直してないって言ってたし、なんか初めの入りの部分だけちょっとなんか音程が間違ってるから直したよみたいなことは当時聞いた記憶があったようななかったような、それも忘れちゃいましたけど、まあでもさっきの島村ラジオの時間ですを光沢さんが聞いてリアレンジされてきた時に、この曲はもったいない、それでおはようございますって歌ったらもったいねえよってその場で言ったことは非常によく覚えてますね。だってこんなギターのソロとか入っちゃってね、えくだらない、そもそもでもこのくだらない曲をベルメイさんに押し付けてアレンジさせようっていう、私も私ですけど、でも今ベルメイさんってやってる島村ラジオの時間ですじゃねえや、僕らの音楽を聴いたら別におかしいことじゃないよね。てなわけで、今回もベルメイさんの話ばっかりじゃないか、ベルメイさんのことが大好きだな。喋ること特になくなっちゃった。また来週よろしくお願いします。おやすみなさい。